僕は香港に点心食べに行きます。点心20分繰り上げで早く着きました。身ぐれを超高速で突破しまして、もう今からカスタム何も持ってないで、そうカスタムは撮影できないんですよね。でエクスチェンジを抜けまして、出口に確かラウンジがあったはずなんでラウンジ行きます。オクトバスパードを無事に iPhone にトランスファーできました。これ下がってバスストップあるみたいなんで、あったあった、バスストップのサイン、あそこから行きます。市内バスで行くのが一番乗り換えもなくて楽そうなんで、バスを使いさせてもらいます。なんか前よりだいぶおとなしい感じになってるけど、バスはこの下に行ったとこみたいです。さあ空港外出たらかなり蒸し暑いですが、21どこだ、あれか、 OK、 いいですね、暑いですね。21が市内の時です。ここでバス待ちます。I'm going to Manila maybe. Better to go there. 夜料金で3香港ドル追加の洋州チャーハンです。とりあえずもう眠いので早く食べていただきます。2日目の朝ですが、朝ごはん食べようとセブンに来たらまだやってないんすわ。ちょっとじゃあマクドナルド探しますか。行ってきます。ごめんなさい、セブンやってました。セブンやっててサンドイッチ2つほど買いました。1個16香港ドルなんで600円700円ぐらいかな、2つで。まあまあですね、コーヒーちょっと高かったんで宿にあるやつを飲もうかなと思って1個2つ買いました。じゃあ飯宿帰って食べます。32香港ドルでした。まあ2本ぐらい値段しますよね。ではいただきます。4人が行っていますが、いやーまだ始まってないので開いてない店も多いですね。まあでもだいたい開いてるか、今2時半ぐらいです。いいっすね。まあでも実際買わないんだよね、なかなか面白いものが置いてますが、実際買うとなるとそんな安くなかったりするんで、はい、ブラブラ見てちょっとカフェに入りたいと思います。さっきマクドナルド行ってたんですけど、マクドナルド冷房がきつすぎて寒くて1時間ぐらいで出ちゃいました。あ、いい感じでカフェねえかな、カフェ探してます。ういカフェ、この辺ちょっとなんかいい感じなんですか。
この規模のビルであれですよね、足場が竹っていうのはすごいですよね。これ全部竹なんですよ。やばい、すごい。はーい、久しぶりの香港にやってきまして、完全に雲の中やな。やっと港に来ることができました。ずっと雨続きだったんで、まあ正直雨の中歩きたくなかったんで港には来れなかったんですけど、ここに来ないと香港に来た感じしませんよね。というわけで香港の港やってきました。だいぶ人空いてんな。2階建てバス、天気やばそうだな。こんな感じです、最近の香港。結構空いてるでしょ。夕方6時、7時ぐらいなんですけど、こんなに人が少ないです。早めに地下鉄乗って切り上げたいとこですね。あ、でもあるよ。このビルすげえな。建物の住居もあるんだ。すげえな。でもやっぱりここに来ると香港来た感じしますね。ちょっと店の名前忘れちゃいましたけど、ヌードル美味しそうだったんで一軒食べてみます。シグネチャーヌードル、一番美味しそうなやつ、一番安いって言います。そこから行ってみようか。あ、辛いわ、やっちまった。辛いやつでした。ヌードルはこんな感じですね。うわ、カイッパーに行ってるわ。いただきます。ちょっと辛かったですけど美味しくて全部食べちゃいました。中国的にはちょっと残すのが礼儀なんですけど、まあタンパク質だと思って全部食べましたが、結構ね、取り出した殻を見ると割れてるやつもあるんで、食べる時は注意してください。ここは違う。ここで食べました。ワンタン麺すごく小さかった。でもちゃんと4つ入った。いつも激込みの、ここのお店で今日は空いてたんで、フライドヌードルいただきます。他にもいろいろあるんだけど、ちょっとオイリーなんで今日はフライドヌードル、まあこれも十分多いなんですけど、いただくようにします。ちょっと仕事のため Wi-Fi が使えるとこ来ました。マクドナルドをいただきます。こんな感じですね。シグネチャービーフはビーフのパティですね。あとちょっとポテトはいい感じのやつ。はい、ではいただきます。いや、撮ってみたらよかったけれど、この油も多すぎますね。中に油、チーズフライみたいなのが入ってます。これはやばい。まあでもいただきます。香港らしいことやろうと思ってフェリーに乗ります。とりあえず乗るだけ。どちら前かしら。Which side would be better? Thank you. こっちがいいらしいので。
セブンイレブンじゃないコンビニでシューマイ買いました。13個かな、20香港ドルでしたね。辛いの入れるかって言われたんで、とりあえず挑戦のためイエスと言って入れてもらいました。じゃあいただきます。昨日乗ってきた船とは違う船に乗って、今回はセントラル中央の方行きます。まあオクトパスで乗れるんで2階に上がってきて乗る感じですね。今搭乗が始まったんで行きます。今日は、セントラル行って、その後シク教の寺院に行ってランガーでいただこうと思います。珍しく雨が降ってない昼なんで貴重な時間を使います。あ、別に昨日乗ったんで珍しくはないですね。2階から乗りたい。あ、1階からも乗れるじゃん。2階からも乗れるみたいですね。これはですね、あったったった右側に行くのが正解ですね。よっしゃ、せっかくなんで行きましょう。前側のエアコンの効いてる席を陣取りまして、乗ったらもうすぐ出航ですね。こんな感じです。昼の香港貴重じゃないですか。街の中心部に向かいます。久しぶりだな、ここ歩くの。暑い、蒸し暑いですね。すげえ迫力。香港反戦指数の決めてる銀行ですね。シク教徒のお寺拝見、参拝してきました。中でランガルという無料の食事がいただけます。もしいらっしゃる方はぜひ見てください。ベジタリアン料理なんですけど、すごく美味しいです。あと香港ではあるんだけど、インド料理なんかいろいろテイストがあって楽しいと思うので、ぜひ来てみてください。カバンかわいくないですか。
はい、ではターミナル1来ましたんで、もうチェックイン終わってるんでこのまま乗りに行きたいと思います。だいぶ早いな。さあ、ではちょっとラウンジで仕事しつつ休みましたんで、いよいよマレーシアに向かいます。本日のゲートは26番ですね。